テレビ画面を突き破るナンバーアンダーライン平野くんの圧倒的オーラに会場騒然炎に包まれた覚醒ナンバーアンダーラインアイ,イ,イ FNS 歌謡祭で衝撃のパフォーマンス FNS 歌謡祭に出演したナンバーアンダーラインアイが披露したパフォーマンスボンは観客を驚愕させ彼らの新たな一面を見せつけましたこの3人のメンバーが一体となって見せた演技は まさに覚醒の瞬間でした。まず、一斉合奏のパフォーマンスがあり、その後に続いた、ボンは、全く異なる雰囲気で観客を魅了しました。まるで別次元に引き込まれるかのような、圧倒的なエネルギーを放っていました。FNS 歌謡祭のステージは、見事に計算された演出が光りました。ステージ全体が炎に包まれる瞬間、3人のパフォーマンスは頂点に達し、 その覚醒の瞬間を観客と共有しました。特に平野くんの初めのパートは、まるでテレビの画面を突き破ってこちらに迫ってくるかのような圧倒的な存在感を放っていました。続いて岸くんがパフォーマンスを引き継ぎ、カメラが引いた瞬間にステージ全体の壮大な演出が明らかになりました。その赤い衣装は、彼の個性を際立たせ、日本の伝統色を感じさせるものでした。 神宮寺君の長い髪が演技の一部となり、その動きが視覚的な魅力をさらに引き立てました。彼の前髪が目にかかる瞬間、観客はその細部にまで目を奪われました。この瞬間、彼らのパフォーマンスは単なる音楽演奏を超え、視覚的な芸術となっていました。まるで生きた彫刻のように、彼らの動きは計算され尽くし、ダンスのシンクロ率はこれまで以上に高まっていました。 特に印象的だったのは、彼らがエネルギーを最大限に引き出しながらも、過剰な力みを見せず、リラックスしたパフォーマンスを維持していたことです。演出とパフォーマンスの融合は、カメラワークにも現れていました。例えば、フラ君が、ノータクス、ノータクスと歌うシーンでは、カメラも彼の動きに合わせて傾き、そのリンクの仕方が見事でした。カメラマンとの意思疎通が感じられ、 ライブ感を強調する演出が功を奏しましたこの瞬間観客はまるでステージ上の出来事を直接体感しているかのような錯覚に陥りました No.U.I. のパフォーマンスはその場にいる全ての人々に強烈な印象を残しました彼らがどれほどの努力と練習を重ねてこのステージに臨んだかが伝わってきます一瞬一瞬に込められた情熱と創意工夫が 観客の心を揺さぶりました特に彼らが見せた覚醒の瞬間は今後も語り継がれることでしょうまた彼らのパフォーマンスは単なるエンターテインメントにとどまらず観客に深い感銘を与えるものでした彼らが発するエネルギーは見る者に希望や勇気を与え日常の中で忘れかけていた感動を呼び起こしましたこのような瞬間はただの音楽番組の一幕を超え 文化的なイベントとして記憶に残るものとなりますさらに彼らのパフォーマンスが成功した要因として彼ら自身の強い信念と絆が挙げられますメンバー同士の信頼関係が深く互いに支え合いながら最高のパフォーマンスを目指していることが観客にも伝わりましたこの絆が彼らのパフォーマンスをより一層輝かせる要因となっているのですこの FNS 歌謡祭での経験は 彼らにとっても大きな成長の機会となりました。新たな挑戦を恐れず、常に進化し続ける姿勢は、ファンだけでなく業界全体からも高く評価されています。彼らのこれからの活動がますます楽しみです。このように、ナンバーアンダーラインアイのボンのパフォーマンスは、単なる音楽の枠を超えたものであり、視覚的、聴覚的、そして感情的なレベルで観客を魅了しました。 彼らの情熱と努力が結実したこの瞬間は、多くの人々の心に深く刻まれることでしょう。そして、このパフォーマンスを通じて、彼らの今後の活動に対する期待はさらに高まっています。観客は、この特別な夜を忘れることなく、彼らの音楽と共に歩んでいくことでしょう。この先も、ナンバーアンダーライン愛がどのような新たな挑戦を見せてくれるのか、期待が膨らみます。 そして、その挑戦が再び観客の心を揺さぶり、新たな感動を生み出してくれることを願っています。彼らのパフォーマンスを見て、私たちは何を感じ、何を学ぶことができるのでしょうか。音楽の力、チームワークの重要性、そして挑戦を恐れない精神。これらの要素が一体となり、彼らのパフォーマンスを特別なものにしています。彼らのこれからの活動に、 私たちは大きな期待を寄せていますナンバーアンダーライン・アイのパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超えたものであり音楽の力と情熱そしてチームワークの重要性を改めて私たちに教えてくれました彼らの覚醒の瞬間はまるで人生の大切な教訓を私たちに示しているかのようです挑戦を恐れず新たな高みを目指すことの重要性そして どんな困難にも立ち向かう勇気これらは彼らのパフォーマンスから私たちが学べる大きなメッセージです No. アンダーライン・アイのメンバーはそれぞれが個性的でありながらも一つの目標に向かって一致団結しています彼らの絆は観客にとっても大きな感動を呼び起こします特にこの FNS 歌謡祭でのパフォーマンスでは 彼らが一体となって見せた力強さと美しさが際立っていました。それぞれのメンバーが自分の役割を善意し、互いに補完し合う姿は、まさにチームワークの理想形です。また、彼らのステージは視覚的にも非常に魅力的でした。衣装、照明、カメラワークなど、すべてが彼らのパフォーマンスを引き立てるために計算され尽くしていました。特に赤い衣装は、 日本の伝統色を感じさせるものでありながらもモダンなアレンジが施されていましたこのような細部へのこだわりが彼らのパフォーマンスを一層特別なものにしています観客としては彼らのパフォーマンスを見ることで自分自身もそのエネルギーを感じることができます彼らの情熱と努力が伝わってくると私たちも自然と力が湧いてきますこのような経験は 日常生活の中で忘れがちな感動を呼び起こし新たな活力を与えてくれますさらに彼らのパフォーマンスが成功した背景には彼ら自身の努力と同時にスタッフや周囲のサポートが欠かせないものでしたカメラマン照明スタッフ衣装デザイナーなど多くの人々が一丸となってこのステージを作り上げました彼らのパフォーマンスが成功したのはこうした支えがあったからこそです このように、一つのパフォーマンスが成り立つ背景には、多くの人々の努力と協力があることを忘れてはなりません。彼らの今後の挑戦がどのようなものであるにせよ、彼らの成長と進化を楽しみにしています。彼らがどのような新たな高みを目指し、どのように自分たちの音楽を進化させていくのか。その過程を見守ることは、ファンにとって大きな喜びです。そして、 その挑戦が再び私たちに新たな感動をもたらしてくれることを期待しています。今回のパフォーマンスを通じて、ナンバーアンダーラインアイが見せてくれたものは、単なる音楽の枠を超えた人間の可能性と情熱の表現でした。彼らの覚醒の瞬間は、観客にとっても一生忘れられない体験となりました。そして、その体験が私たちにとっても新たなインスピレーションとなり、 日常の中での挑戦を後押ししてくれることでしょう。この先も、彼らの成長と進化を見守りながら、私たちもまた、自分自身の挑戦を続けていきたいものです。彼らのパフォーマンスから学んだことを胸に、私たちも新たな高みを目指して歩んでいきましょう。彼らの音楽とともに、私たちの人生もまた、より豊かで充実したものとなることでしょう。最後に、 彼らのパフォーマンスを見て感じたことを、ぜひ周囲の人々と共有してみてください。彼らの情熱と努力がどれほどの感動を生み出すかを語り合うことで、私たちの絆もまた深まることでしょう。そして、その感動を共有することで、私たちもまた、新たな挑戦への勇気を得ることができるのです。